皆さんこんにちは、ヒデ石川のブルース&ファンクギター講座。今日はですね、メジャーセブンスで使える、あのパッキングで使えるですね、オブリガートみたいな感じで使える、フレーズをですね、ちょっと皆さんにご紹介したいと思いますけども、今日は E メジャーセブンで、この音ですね、ここで使える、どれかというとこうです、これですね。あのまあデビッド・T・ウォーカーがまあよく使ってるので、耳なじみもあるんじゃないかなと思うんですけども、まずじゃあどうやって弾いてるかなんですけど、メジャーセブンですね、この小指をですね外している状態で弾きます。こうすると、まあ、ベースが E でコードが B の状態、つまり、E のメジャーナインスに近いんですけども、この音になります。でここに小指でハマリングで1弦鳴らした後にもう一回もうハマリング入れるとこの音になります。で、次が、7フレットの1弦2弦を、2弦を弾いてスライドします。でそのまま2弦が鳴ってる状態で1弦を弾いて戻す。っていう感じですね。続けてやってみますよ。メジャーセブンらしいです、音になります。特にあのバラード系のですね、R&B のバッキングの時に、歌物のですね、時にですね、これ入れていただく、このスライドでもあの結構ですね、息ですね。あのちょうどそうだ、レイニーナイトインジョージアか、でもありますね、コーデル・デュプリの有名なフレーズですけども、あれもこのダブルストップ、このフレーズから来てますんで、こうですね、ぜひですね、こちらもですね、粋なバッキングのこう合間にですね入れていただけると思いますので、ぜひ活用してください。それではまたお会いしましょう。